さあ、チャプター3、今日もまた理不尽にコンピューターに殺される作業が始まるよ。まったく <laughs>。ちょっとね、序盤ね、チャプター3の序盤、ちょっとだけやったんだけど、とりあえずここだね、ここに行けば、で、アイテムボックス取ればいいっていうことで、多分、一直線にこの橋渡れればいいんだけど、渡れねえから、このゲーム。基本的に一本道だから。 でね、えー、っと、とりあえず、ここを直進できるんだよな、確か。まあ、クラフトのアイテムと取りつつ、取りつつ、こうなんか余裕で取れるんだよね、ここ。で、えー、っとね、この橋の陰にね、隠れるんだよね。ちょっと待ってよ。下げて、重心、重心低くして、で、壁に。 壁越しにいるとでなんかここ凱旋パレードみたいな更新するからそれを待つ的なねそれを待ったらその後後ろ回れるんだよね、まあ、ここは静かにしよう誰もいない無人の凱旋パレードここは静かにここは静かによしこれで大丈夫かなもういいかな よし。で、えー、っと、ちょっと走ってもいいかな。ここは大丈夫なんだよね。なんか走って抜けれるから。あ、ばれたわ。普通にばれたわ。普通にばれた。まあ、バレてもね、なんとかなる気がするんだよな。一旦ちょっとここに隠れるわ。一旦ここに隠れるわ。多分大丈夫だと思う。<laughs> ここ多分最強地帯だと思うからちょっと音がねやむまでちょっとここにいるわさあ音がやんだ音がやんだからアイテムボックスこれが重要だからなえーと空き缶かアイテムボックスがマジで重要なんだよね これがあるとないとじゃあ話が全然違う。えーと、これなんだ爆薬。爆薬欲しいな。ちょっと待ってよ。こっちのアイテムちょっと足り、足りないというかいらないものだな。逆に。で、ちょっといろいろ整理しようかな。ウォッカーとかもこれ装備している必要全くないから。いろいろね、大事な時に、ね、邪魔になったりするんだよね。いらないものをここに置いておくと。空き缶。スモークグレネードはいるか。 で、とりあえずマップ見ようか。で、目的地がここなんだよね。なんだけど、このまま地上に上がってこっからこうブーってすり抜けるなんて、正直言って無謀なんだよね。無謀だから、やっぱどうしても地下通んなきゃいけないんだよね。ちょ回復しようか。あ、まだ、あ、回復じゃない。まずセーブしよう。よし、で、セーブして、とりあえず、ちょっとクラフトするか。クラフトだけ一応しといた方がいいかな。何作ればいいかなぁ。 えーとクラフトリモート探索センサーこれも結構重要になってくんだよなリモート地雷地雷ってでもどうやって投げれんのかなこれとか分かんないんだよな使ったことないからリモート粘着爆弾とりあえずこの爆発管のやつ作るかスモークグレードが結構強いこと 知ったからな、このゲームでちなみにこっからもう未知の領域ということでもう地下には降りてないからコーションこのコーションっていうのがもうむかつく聞いてるだけでむかついてくる敵が3人もいるのえ三3人もいるどうすればいいんだこれとりあえずクラフティング取って えー、ちょっと多いないっぺんに倒せるか。いっぺんに倒せそうな感じは。あ,あ、だめだ。これはだめだったな。これは失敗したよ。見事に失敗したよ。でも俺の場所はまだ、ばれてはいない。一応。一応ばれてはいない。 お前ら普段ならバレる、バラすだろうこんなの。来るかなこれ。お、食らったよしけど、俺の場所は分かってないのかまだもう、じゃあ、てことはもう一回、ワンチャンいけるな、もう一回。ここら辺投げてみっか。近寄れ今の音に近寄れ空き缶に。あ、来るかな食らったけど生きてる 生きてるなこいつらなんでだよ爆風って結構すごいんだぞ今さ人間の動きじゃないジャンプしたよね明らかにコンピューターあ来たここかよしよしよしいいね今回ちょっといいよ AI がさ NPC がさバカな時とさこういうなんか今みたいなバカだったらずっといいんだけどさ うっし倒うっしたあれ、バレたこの BGM が鳴ってるってことはばれたまだいるのかいや、い、ない。いないな。焦らすなよ、脅かすなよ、俺を。ちょっと待てよ。ちょっと今は順調だな、とりあえず。やっぱリモート爆弾強いな。リモコン爆弾。リモ爆。 作れるだけ作っとくかも、5つ。俺のお供だ、リモート爆弾は。しかもなぜかバレないし。なんか知らんけど、バレる時もあるだろう。今までのお前らはどうしたあの元気な、あの元気なお前らはどこに行ったそして、これ曲がり方いるんだろうな。曲がり方曲がったら、みたいな。 こういうときあるな、感知センサー必要だな。てか暗、暗ちょっと待って、暗いな。一旦ちょっと待って、俺の部屋の電気つけた方がいいな、この暗さは。よし、ちょっと部屋の電気ちょっとつけて、これで画面が明るくなったわ。外が明るいと、あ、待って、いる。これも倒せるかな。もう遠くから何かを投げて、 そして敵を倒すっていうのがもう基本的な戦術だね。近寄れ。近寄れ、近寄れ,近寄れ。もう投てきの時のダサさね。投げてる時の姿のダサさ。よしかでも死なないもんなぁ、これ。マジおかしくねほんとに。マジおかしくねここだけは。それだけは伝えたかった。このゲーム、このクソゲー。 こんなクソゲーにマジになってどうすんのとかってもう言われそうだもん。本当に。はい、来たよ。近づいて。あ、見つかったみたいな。あ、発見みたいな。<laughs> 発見僕の街みたいなポーズを取った時に L1 ボタンを押せば、まあ、死ぬと。よしよしよし。え前にいるのかあ、なんかこれ近くにいる。近くにいる合図だよな、これ。 あいるちょっと待てようーんとえこれ何えでも近くにいる合図だよなこれこの赤マークってあれこれどうだこうやったらどうだあいるやっぱいるわあ発見みたいなはい来たよし倒したあまだ生きてるか近くにもう1個投げよう で、発見、発見して、発見して。発見して、今の。今の発見して。はい、発見あ、ダメだった。よし、倒した。よしよしよし。もう、地雷ゲーじゃん。自爆ゲーじゃん、こんなん。ちょっと待って、今、マップ、ちょっと確認しよう。えーと、マップ確認。あもう生物地点近い。 1000ポイント近いちょっと待っていっぱい作ろうああもう作れないかクラフトアイテムがああもうねえズラくっそこっからが大変だな高所に言って高所に言っていそうだからすっげーあいないかあいないああよかった とりあえずセーブポイントまでは来れたな結構なんか危なげなくあーいる2人いるか遠くにまずちょっとセーブして中間地点うわー助かるわアイテムボックスも携帯端末あるからこれで作れるな色々いろいろまたよしよしよしまずセーブまずセーブうん <laughs> よし。とりあえずね、セーブして。ただね、あれなんだわ。空き缶が、空き缶がないんだわ。だから全然作れないわ。もうリモート爆弾。こっからはもう、もう通じないね。俺の今までの戦術が。とりあえず敵が、どこにいるか。あ、いるかな。ここら辺。あ、いる。二人いるな。これどうすればいいんだ 火炎瓶でなんとかなるかなあ,あバレたバレたな普通にバレたな逃げようここに爆発物あるからこれでなん,なんとかならねえかな敵がここまで来てほしいんだけどそしたらこれ撃ってボーンみたいなのできないかなあ,あ来た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 来来い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  これどうこれあしこれした今一応うまくいたうまくいった,うまくいった一応やりたいことはできたよよしよしよしあ骨を炎にまみれてるおし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 一応やりたいことはできたできたねよしよしよしとりあえず ああなんか目の前に敵いるなこれ敵やり過ごせないかなちょっと待ってマップ見ようちょっと待って一旦マップ見たい敵が近くにいるけどああもう一本道だこれあれかなスモークの方がいいのかスモークこれでどうだ あ、まだめちゃくちゃいるめちゃくちゃいるんですけどめちゃくちゃいるんですけどおいおいおい、それは聞いてねえよこの数聞いてねえよおいおかしいだろ !3 人かと思うじゃんしたら違うじゃんあ危ね今いたやばわいるか一旦ここでなんとかならねえか 回復回復危な s <S 危ねえよ s <S あの人数の中をどうやって切り抜けてきたんだ君はスモークグレネード2個ですこれ言いたいわあの面接の時にあやばいああ、なんでバレとんねんこれでなんとかで スコップに変えてお前一人だけでもああ当たんねえわこれ走るわもう走ります走るゲームなんで間違った何で投げた今よし階段登ってごまかしごまかしこの微妙な位置でどうなんだろうこの微妙な位置これもしかしたらさこのゲーム唯一の3口調りかもしんない音が鳴るまで待とうみんなで あ、大丈夫だ。あら。行ける見つけた俺。あ、でもいるな。多分これ上に登ったらいるな。あ、いない。さすがにそんな意地悪じゃないか。このゲームも。おー、でも来れたな。目的地近くまで。で、こっからセーブポイントここだな。まず、まずとりあえず。 ここに行かなきゃならない。アイテムボックスある。おいいね。ちょっと待って。ああ、やっとだ。粘着ゴムか。粘着ゴムって。俺の欲しいやつじゃない。あ空き缶欲しい。空き缶欲しいな。ちょっと待てよ。空き缶欲しいから、なんかいらないもん。火炎瓶も、まあ、そこそこ使いやすいかもな。粘着はまだちょっといいかな。これでどうだ アーキカンゲットできるよし、まあダイヤ、これはいいかんこのマークは何だあ重量オーバー。携帯端末か。えーと、携帯端末は何作るのに必要だったんだっけなとりあえず、まあ携帯端末はいいかなすぐ重量オーバーになっちゃうな。 とりあえず近くの50メートル。あ、離れてってるな。ちょっと待ってよ。いや、いいんだよな。近くついてるんだよな、これ。道的には合ってる。ただ、これいそうだな。あ、いるね。うわ。これどうしよっかな。こいつ一人しかいないんだったらやれるな。火炎瓶でいけるかな火炎瓶でうろたえて、 カエンビにうるとないてるところをこ撃てるんですよよし死んだかなん右から来てる前かいや右か右直にいんの聞いてないよそんなの。 わでもこれコーションコーション言うから近くにいるんだろうあでも来てないなわなんか良さげなアイテムをお持ちですがうわちょ,ーーちょっと待ってすげえ重量オーバーだちょっと待っていろいろあれだなアイテムボックス入れた方がいいんだなこれちょっとアイテムボックスに物入れるわ ちょっといろいろ手持ちのものをちょっとね整理したわでもこれでまたいろいろ拾えると思うよしこれでまた拾えるなファーストエイドのキットが結構やっぱライトモードだから多いのかななんかすごい結構思ってたよりも手に余る感じあこの中にあ1人いた1人いたなこれこっからこっから狙えねえかなこれ それとも中に入ってからのがいいのかなちょっと分からん。結局やってみないと分からんのよな、このゲーム。んコーション。コーション来たよ。これ、久々の捨てるスキルあるかいや、これなら普通に火炎瓶でさっきと同じ方要領でいいな。 これではい当たんねー当たってるかよし死んだここさチャプター1で来たとこじゃないの使い回しまさかのステージまあいいけどね開いて開いたーこれ食らうんだなやっぱりまあそれはね食らわなきゃねそれは食らわなきゃいけないわ確かにどんなゲームでもそれはその通りだわ えーと、バックパック S。ハンドガンの弾鎮痛剤。あ、いるね。鎮痛剤こんなに持つ必要もないな、でも。ほんと、これチャプター1のステージだ、まんま。流用してるわ。<laughs> チャプター3。あれ、なんかでも俺、道間違ってるかな。あれ、なんか俺、道間違えてるかな。こっから右に曲がって、こうやっていくのかな。どうやっていくんだろう、これ。 なんかサブクエストとかもなんかめんどくせえや。これクリアするので手一杯自分一人。あ、いるなこれどうしよっかな降りたらバレそうだなさすがに。これ、届くかなリモート届くかなあ,あ、届く。意外と届くな 火炎瓶いやスモークグレネードか。スモーク、ちょっと待てよ。一旦待って。えーっと、この道を、なるほど、やっぱ右に曲がるのか、ここ。ここ右に曲がったら、ここに行けるか。なるほどね。っていうことは、やっぱり、ここは殺すよりもグレネードだな。おそらく。で、あれみたいな。めくま、乱足になってる時によし、行こう。 ピン取ってこれのが多分利口だろう利口な判断だとは俺は思ってるけどどうなんだろうはいということでねなんかねフリージャーナリストと出会ったパトリックってやつこれ閲覧できるのかなデータベースこいつと出会ったわでなんか逃げ道教えてやるみたいなこと言ってだけどまだ君のことテストしたいとかなんかほざいてどっか行ったわあいつを当てにするしかないようだな 皮肉にもあなんか右にあれちょっと待ってよああ感知センサー取れないうわ感知ちょっと待ってもうもうバックパックの容量がそこをきてるくソそ,そしてこの内村航平の捕まるやつちょっと待ってバックパックすぐちょっとあれだなちょっと厳しくなってきたな あ、やばい、敵いる。これは倒そう。よし、倒そう、倒そう。くそ、もうじっとしてられることもできないな。感じセンサー欲しいな。ちょ、待って、クラフティング欲しい。クラフトアイテム欲しい、めちゃくちゃ。喋る、いや、でも喋るいるよな。あー、もういる。うわ。うわうわうわ。ゆっくりしてらんねえ。 くそまともにクラフトアイテムも作れねえよ。っていうか整理整頓ができないまともに。あれいなくなった。いや、いるか。まあでもここにいればなんとかなるんじゃねえのっていうめちゃくちゃ安易な考えを持ってるけど今俺。ああ、やっぱいるか。鬱陶しいなあいつ。殺すしかねえな。まあでも脅威は去ったか。 よしよし。あの車乗り越えてくんのあいつ。なんなのこれ。俺は乗り越えられないぞ、絶対。ちょっと待って、感知センサー欲しいんだよ。で、まぁ、あ、ちょっと整理整頓して、ちょっと一旦マップ確認。ここに生存者がいる。で、ゴールがここ。一応、ここにも生存者いるけど、もうめんどくせぇわ。 めんどくせえっていうか無理だわ、俺の。俺の今のメンタルじゃ無理だ。ここを捕まって内村航平やろう。スイングジャンプ。スイングバイ。あ、人がいる。あ、でももうめちゃくちゃ的にいいんだ。こんなさ、あんた、もう目の前にいるよ。こんなとこで座ってる場合じゃないよ。しかもドローンさっきいたし。よくここでじっとしてられたな、むしろ。 この辺りは危険だ早く避難しろあ何も喋らないあんた聞いてんのか早く逃げろって言ってんだよシェルターに向かうんだ分かるか無言を貫き通すあっ来た偉そうな口聞かないであんたたちのせいよこうなったのもここあれかまた会話がどういう意味だもう正当な回答しよう このゲームなんかふざけたこと言うと、ハンドカンを取られるから。悪いのはあいつらだろ悪いのは負けたあんたたちよ。あら、私があいつらを皆なしに死にしてやる。皆殺しにしてやる。えー、あめろ無理だ、やめてくれ。全部同じじゃん。あきめろでやってみか。気持ちはわかるけど、諦めた方がいい。めた方がいい。 諦めろって急に笑った何このポーズなんか人間の動きには思えないんだけどうん俺,俺がどうにかするは言いたくない死んでも意味はない俺がどうにかするって言ったらなんかとんでもないことになりそうだからそうねもう意味がなんかないのよきてても生きて あ自殺した。何このイベント。<laughs> 何このイベント。失われた日常に失敗だって。失敗したんだ、俺のこのネゴシエーターが。あれ待てよ。これ車、向こう行けるな、一応。乗り越えられるが、ちょっと待てよ。ゴールは前か。なんかでもさ、 バカバカしすぎて面白いわ、このサブクエスト。ここにもいるんでしょうで俺が何とかするとか言わないと多分、ここのシェルターには行けないんだろうけど、ここはって道、そうだよ、ここ通れないんだよ。ってことは、こっから、うわって行くんだろうのシェルターに。またあの機械な行動、生存者の。勝手に前に突っ込んでいく感じ。これは、でもなんとか、素潜れでなんとかならんか。いや、空き缶でなんとかなるか。 空き缶でんとかなりそうな気するけどそれもしくは走ってなんとかなりそうこの状況だったら空き缶こっちに投げてその間にこっちよし これよし生存位置を第14章隊位置を確認数名の生存者が存在していますが劣勢です手兵が周囲を警戒中うわいるうわいるわ停止しているバンツァを確認しました周辺に警備の兵士がいますなんかいろいろ喋ってるけどちょっと待てよ一旦待てよちょっと待ってマ,マップ確認しよう一旦マップ確認 えーと、どこに行けばいいんだついここええー、ついここ行くのあ、バンザーがある。そう、これ、乗れってことだよな、でもおそらく。バンザーは乗れってことだ。で、ゴール、ここか。うーん、これはちょっと難しいな敵兵があそこにいる。うわっ 並びすぎてないええこれバンツァに乗らなくてもいいのかなもうゴールそのまま突っ切っていいのかなあそうだわ大順4体の正体のもとへ急ぐだからこっちだゴールはやっぱりバンツァン行かなくていいわこっからこうこういうふうに行くんだろうなちょっと間違ったマーカー消したいマーカー マーカーがつかないんだけど、ここに。まあ、いいや。じゃこれ、倒さなくていい、ね、バンチャーのとこに行かなくていいわ。うーん、それよりも問題は、これ、これだな。なんとか、やばいやばい。あのドローンだな、問題は。あ、なんとかなったわ。なんとかなったわ。全然なんとかなったわ。で この裏路地から。はい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 。あ、コーション。コーション来た。いるか。えー、っと。え、あれは。んあ、なんも関係ないか。あれは。ゴール地点の話。いや、待ってよ。これどうしようか。うーん、どうしようか。火炎瓶。いつも通りの作戦でいこうか、選択で。火炎瓶からの。 火炎瓶からの射殺ファイアーダンス俗に言うこれがファイアーダンスだで敵はまだいないか一応アイテム欲しいなでうわーここ道開けてるよ割と隠れられる場所がちょっと足りないかもしれないないかもしれないよもうすっ 慎重にいくよ俺割とセーブポイントなかったからねここまであーちょっとドローンが多いなドローン多いよでもまっすぐ進むしかないよなこれここはさすがにんな何かあるここは走ってもいいかとりあえず 空き缶、嬉しい。単純に嬉しい。あれ、こっちから行けるあ、一応行けるかもしれない。来た。俺のこのブレイブメンロード、ブレイブロード来た。よしよしよし。一気に近づけた。こっから、回って行けるかな 布,布そんないらん粘着ムいる空き缶もいる布いいや布だって火炎瓶あでも火炎瓶俺作る最近お世話になってるの火炎瓶にまあいいかうんコーションきたあバンザーかここはどうだ大丈夫か敵ないガバガバですやん 一番ここ大事じゃない誰も敵兵いない。うん。上登れるけどいっか。うん、いいや。もう背に腹は変えられんだろう。あ誰かいる。いるけど、その前に、みんな体育座りしてんな。ハンドガンの弾。うん、なんだこれ。えー、新刊。あ、なんか聞いたことない。ちょっと待って。またこれ整理整頓必要だわ。 会話しようおい大丈夫かお前味方かこのバンツァー乗るのかな怪我してんのか舞台の連中は全滅した生き残ったのは俺だけだクソガルモンニアめ何か薬を持ってないか体が滑れて動かないまあ,あ,あ持ってないって言っとくか持ってないんすよここには何もない こ,しこいつ死ぬかなお前は生き延びろよ。さあ、このああ失敗した俺。また失敗した。パトリック氏より合流場所の連絡がありました。位置情報デバイス。え、ここが合流場所じゃないの次の号、次の場所。 結局元の位置じゃん。なんなんこれ。結局元の位置じゃんこれ。最初の位置じゃんこんなの。ムカつくわー。マジムカつくわー。<laughs> 本当に、本当にムカつく。